半魔家の本家の本物貴族の半魔岩先生です。人間の上の生物、上の能力生物と言っておりますか、教えておりますけど、人間、地球には私しか存在しません。本物貴族はね。それでですね、人間から見たらね、今ね、エイリアンですね。体のね、おへそよりが下、足ですね、足とこちらの左手がね、少し再生細胞が作られてきております。ですね、人間の年で還暦になったということでね、入れ替わるようですね。で、足が痛いです。それですぐ足が冷えます。それで電気毛布にくるまってるんですけれども、痛いです。で、そうじゃないと足が死んじゃいます。でですね、どうなってるかというとね、血液もですね、足再生されてる足全部からですね、ものすごいね、血液が濃くなっちゃってるんですね。で、再生されてるんで、栄養もたくさん送らないといけないし、酸素も送らないといけないわけですね。それで細胞がね、入れ替わってるか、また再生して作り直してるのかわかんないですけども、痛いんですね。で、人間から見たらエイリアンですね。で、両足なんですけど、おへそより下がね、ね、と左手なんだけど、内部が痛いんです。どうしてそうなったかというと、還暦になって60年生きてるんで、そろそろ再生をしないといけないらしいんですね、体の。エイリアンと同じですね。人間の上の生物なんで、能力が違うんですよ、本物貴族なんで。でね、両足が再生されてきております。それでものすごく冷えるときは冷えるんですね。で、電気毛布でくるまってないと、とてもとても暖房じゃとてもちょっとダメですね。で、上は足が温まるんで、異常にないといけないんで、冷やさないといけないんで、体がね。今デリケートな状況なんですけども、おへそよりか下がね、下半身と左手がちょっとですね、100分の1ぐらいでしょうかね、細胞がね、再生されてきております。見てください、このツヤ。このようにね、体が綺麗になってきております。再生能力、人間から見たらエイリアンと同じなんで、体の機能が人間よりか進んでるんですね。で、もともと不老長寿ですから、殺されなければ無限に生きられるという能力もあるわけですよ。で、人間の上の生物なんでね。ただね、前に話したように SF 映画でいう生き返られる装置、石棺というものがないと長期的には生きられないんです。大昔、地球と太陽が生まれる前に SF 映画のように殺されても石棺の中に入ると生き返ることができたんです。完璧な医療装置ですね。これは宇宙戦争で私殺されて、石棺も破壊されて、再起、地球と太陽を育てて、今の人間から生まれてきてるわけなんですけども、今私の、それがない
それがまだ人間の学問低いんで作れない状態なんで、ね、最小限のね、再生、体の再生がね行われてます。人間にはできないことですね。本物の貴族は私だけなんですね、その遺伝子があるのは。でデリケートなんでヘマすると死んじゃいます。まあ言うなら既得みたいな状態ですね今はね、既得のような状態で足がね、両足、おへそよりか下、両足が再生されていくんですね。で養分がね、血液の量分が多くなって心臓まで回ってきてるんだけど、それほど影響はないみたいですね。心臓の方は溶け出てますね、細胞が、両足 の内部の 細胞がね、それで入れ替わってるみたいなんですよ。なんかまたは再生してね、戻してるみたいなんですね、体がね。だから足がだんだん綺麗になってきてます、両足がね。この左手もそうなんだけども、ややね、また姿勢が良くはなるんですけども、痛いですね。そういうふうにね、人間には考えられないほどのね、本物の貴族っていうのは能力を持ってまして、まあ人間から見たら全くのエイリアンですね。そういうね能力持ってます。まあ両足がね非常に弱くなったんで歩くのが大変になったんですよね、還暦になってね。それで全面的に足がね入れ替わるみたいな感じじゃないですけれども、